皆さん、こんにちは。ラクラクマクロ経済学入門試験対策講座の23回目を始めていきます。この講座は森が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。え今日は146ページからの特殊な ISLM 曲線について取り上げていくことにします。 通常であると、財政政策、もしくは金融政策、どちらも有効であるということが i s l m 分析の中からこれがですね、証明することができるわけです。ただし、今回取り上げる特殊なケース、つまり大不況の場合であると、金融政策が無効になってしまう。 そうしたシナリオの方を作っていくということになります。まず、先ほど言ったように、通常の場合であれば、財政政策、金融政策、どちらも有効であるという話です。これについて簡単に触れておきます。グラフを用意をしましょう。利子率、国民所得。 利子率国民所得というような形で ISLM 分析を行う上での土俵を用意をしていきます。IS 曲線、LM 曲線です。財資場の均衡を表す IS 曲線と貨幣市場の均衡を表す LM 曲線ということになります。まず、ここで財政政策を発動させたとしましょう。財政政策として、 政府支出を増加させたというふうに考えます。政府支出を増加させると、IS 曲線は IS から IS ダッシュへとこのようにシフトをするということが考えることができます。それによって、初期の均衡点 Y0 から国民所得の大きさというのは Y1 へとこのように増加させるということができる。 つまり、国民所得を増加させることができるので、財政政策は有効な政策であるということが言えるでしょう。また、同様に、IS 曲線と LM 曲線を用意をして、今度は金融政策について見ていくことにします。そうした場合に、まあ、金融政策として、まあ、お金を増やすというような政策を考えたとします。 そうすると、金融政策の発動は、LM 曲線を LM から LM ダッシュへとこのようにシフトをさせるということになります。LM 曲線が LM から LM ダッシュへとシフトをすることによって、初期の均衡点 Y0 は、変化後の均衡点 Y1 へとこのように、国民所得を増加させるということに成功しています。いずれの財政政策の金融政策もこのように有効にはなりました。 ただし、ここで大不況の場合であると、金融政策が無効になってしまうという場合があります。この金融政策が無効になってしまうという原因の一つに、流動性の罠という場合があります。 大不況の場合であると、流動性の罠というのが発生して、それによって、まあ、金融政策が無効になってしまうということです。これに関して、今回は説明をしていくということになります。早速、流動性の罠というのはどういった場合なのかというのを見ていくことにしましょう。テキストは少し戻ります。 101ページから103ページのところに戻ってください。ここに流動性の罠の状況というものが説明をされています。流動性の罠の状況というのは L2、つまり、陶器的動機に基づく貨幣需要。そこで、このグラフというものを修正をしていくという必要が出てきます。まず L2、陶器的動機に基づく貨幣需要というのはどういったグラフであったのかを確認していきます。そうすると、 利子率、そして L2 というのを考えていきます。L2 というのは、これは資産を選択をする、資産を購入する、まあ債券を購入をするために、今現在、タンスの中に眠っているようなお金であるというふうに思ってください。まあタンス預金のようなものです。 そして、この L2 というのはこんな形のグラフで描かれたはずです。利子率が下がれば下がるほど、タンス預金が増えるということですね。で、なぜこのようなことが起きるのかというと、利子率が 下がれば下がるほど債券価格が高くなるわけです。ですから債券価格が高くなれば購入に対して不利なわけですよね。ですから、えー、購入するべきでない、高くなれば高くなるほど購入するべきではないので、今は L2 として、タンス預金として持っていようというようなことを考えるということです、えー。これに関して大不況の場合、つまり流動性の罠が発生している場合には、こんなような状況が起きてしまうということです。 えー、利子率、そして L2 というのを見たときに、じゃあ、どん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 利子率が下がっていくと、えー、今度は債券価格が高くなりますから、L2 が大きくなる。そして、今現在利子率というものが最低になってしまった。 ということを考えてみると、そこでこういうように横軸に対して平行になってしまうというような、まあこういった場合が考えられることができるということです。これがいわゆる流動性の罠と言われている状況に陥るわけです。 で、この流動性の罠の状況っていうのは、今現在横軸に対して水平になっているという言葉を表現したんですけども、この経済学の表現方法として、こうした水平になっているような状況のことを、弾力性が無限大になっているという言い方をします。弾力性が無限大になってしまう。流動性の罠が発生した場合に、L2 のグラフが、の、L2 のグラフがこのように、 弾力性が無限大になってしまうという、こういった言い方になります。さて、ここでですね、弾力性という言葉が出てきました。弾力性という言葉は、ミクロ経済学の中でも学習しているんですけども、まあ、ちょっと忘れちゃったっていう人は多いと思いますので、簡単にこの弾力性という言葉を説明をしておくことにします。こちら側にちょっとメモ書きを用意しますね。 弾力性の言葉に関しては103ページにも出ておりますので、まあ、後で見ていただければ結構です。こうした形です。まあ、弾力性っていうのはこの言葉通りのなんですね。例えば、この場合で言うと、利子率が、縦軸が利子率で、横軸が L2 です。ですので、まあ、こんなようなグラフがあったときに、まあ、ボールを投げて、ボールを投げて、 壁に当たりました。壁に当たりました。そして、ね、どれくらい弾むのか、というのをこういうように見ていくということです。えー、グラフがこういうふうに急になっているっていうのは、まあ、あまりこう弾んでいないような状況ですけどまあ、弾んでいるような、まあ、こういった状況が見え、見ることができるということです。えー、そしてですね、じゃあ、ボールを投げて、全く弾まない。壁に当たって全く弾まないっていうものもあると思います。それに関して言うと、こんな形です。 グラフが、こうした横軸に垂直になっているというような状況を見考えてみます。そうすると、同じだけ、この長さと同じだけボールを投げたんだけれども、ボールを投げたんだけれども、全く弾まない。弾んでこない。というような状況があると、これは弾力性ゼロという言い方をするんですね。弾力性がゼロになる。 弾力性ゼロとと、いう言葉が出てくる経済学で弾力性がゼロという言葉が出てくると経済学で弾力性があ横軸に対してこう垂直なんだなっていうふうにです、ね、イメージしていただければ結構です。で先ほどこのグラフを言って、まあ、ちょっとだけ弾んだっていう話をしました。で思いっきり弾んだ場合を考えてみましょう。そうするとですねより理解が深まってきます。L2 があってもう少しこういうう傾きをこうう緩やかにしてみましょう。そうすると、 ボールを投げた時にこうした思いっきり弾んでしまうというこういったことが考えられるでしょうこういった場合だとですね両者を比較するとこちらの方が弾力性が小さいという言い方をします弾力性が小さいそして思いっきりこういうふうにボールを投げた時に思いっきり弾んでくるこれが弾力性が大きいという表現をするんですね こういう言い方をしていきます。じゃあ、弾力性が無限大っていうのは、これ一体何だって思いますよね。無限大になっている。弾力性が無限大というのは、こうした、えー、状況です。先ほど言ったように、こうした横軸に、こうした、えー、と平行になっていくという、こんな形ですね。こんな形です。これが弾力性が無限大である。 と言い方します。えっ、ー、と、この利子率減。 こういった状況ですね。現行の利子率で、みんながみんなもう L2 として持っちゃおうということがえ言えているわけです。無限大に大きくなっていくということです。では、この状況に関して、えもう一度、じゃあ無限大に大きくなっていくというのを実際の考え方に当てはめて考えてみましょう。今、利子率というのは最低です。 人々が利子率が最低であるということを考えると、逆に言えば、債券価格が最高値であるということです。当然に最高値であるということは、今持っている債券を売るであろうし、一番高いんですから、もうこれは売り時だって売りますよね。 当然に、また、今現在、タンス預金があるんだけれども、最高値の状況で、誰も債券を買おうとはしないわけですよね。だから、債券は誰も買わないし、持っている人は売り払ってしまうということなので、みんながみんな、この、利子率が最低の水準では、お金として持っていよう、タンス預金として守っていようというような、こういった働きというものが起きるわけです。 でこの考え方の中で非常に重要なのがケインズの美人コンテスト理論という考え方なんですねでケインズのはどういった状況なのかどういったものなのかというと人々がなぜこういうふうに一斉に動くのか、まあ、いわゆるこの群衆心理というものが働くのかということを考えたんですね。 で、今現在、例えば株を買おうとかですね、資産を購入しようとしている人たちは、え群衆心理っていうものが非常にその当たり前のように、えー、考えることができるわけですえ。人々が何を考えているのか、例えば、えー、SNS を見てですねえ、どういったものがトレンドであるのかっていうのを見ながら、じゃあ人々は次にこういう株を買うであろうっていうのが、まあ、想像することができるかもしれません。ただし、当時、えー、これを見出したのが、まあ、ケインズであった。 美人コンテスト理論ととといいいうううののはどういったものかというとです、ね、例えば美人コンテストを開いた時にその優勝者に賞,品を、えー、賞金を与えるというのではなくてその優勝者に投票した人に賞金を与えるというふうに、えー、こういった美人コンテストがあったとしましょうそうすると、えー、どういうようにその人たちは考えるかというとじゃあ優勝者は誰になるだろうかというように 自分が美人であるというような人を選ぶのではなくて、人々が誰が美人であるのかというのを選ぶようになってくるということなんですよね。つまり、ここで人々はどういうように行動するのかというような、こうした群衆心理というものが働くわけです。まさにこのマクロ経済学っていうのは、この群衆心理によって経済が動いていくという、まさにケインズはここを見出したわけなんですよね。つまり、今現在、再建科学が最高値であるという のは、自分の主観的な考え方ではなくて、こう群衆心理としてこういうふうに動くわけですね。つまり、そのような段階では、みんなが一斉に L2 としてお金を持とうとするわけです。 えケインズは、このケインズの美人コンテスト理論を応用してですね、いろんなこの群衆心理というものをまあ見出していったわけなんですけども、例えばなぜ株価の暴落が起きたり、株価の急騰が起きたりするのか、それはまさにこの群衆心理というような形で、人々がどう思うのか、意思決定をするのは自分ではなくて群衆である。 こういったところに、この、えー、流動性の罠というものの大きな原因があるということを見出していったわけです。で、このですね、まあ、流動性の罠に関して言うと、試験では2つの出方というものがあります。まあ、今回、i s l m 分析の方で取り上げていくんですけれども、136ページの中で、可変市場の中でも取り上げています。まあ、流動性の罠というのは、通常、えー、グラフの問題として出てきます。 でこのグラフの問題として出てくるときにまず一番目可変市場単発で出てくるという場合があります。そして二つ目が財市場をも含めたいわゆる i s l n 分析として出てくると。 いうまあ2つの場合についてえ考えていくことにしましょう。まず1番目ですえ。貨幣市場の中で出てくるというパターンです。まあこのような形を考えてみましょう。貨幣市場というのは、このような形で表されました。縦軸が利子率。えそして、貨幣の需要とえ貨幣の供給というものをまあ用意をしていきます。 ええと、貨幣の需要なんですけども、まあ、L2 がこんな形のグラフなので、これに L1 を足したものということですので、この L2 をただ単に横にずらしたもの、L1 の分を足したものが、これが MD、貨幣需要ということになります。 貨幣需要というのは L1 と L2 を足し算をしたもののグラフになります。まあ、L2、この上のグラフに L1 をそのまま足しますので、グラフの形状そのものは全く同じ形になります。そして貨幣の供給です。貨幣の供給に関して言うと、これは利子率に依存しないので、こんな形のグラフになるでしょう。現在の利子率はこんなような状況になります。 利子率の水準が R0 というような状況になっていたとしましょう。ここで金融政策が発動したときに、金融政策の発動というものは、 貨幣のの供給のこのグラフですねこのグラフがこのように右にシフトという形でこのように表されるということになります。でここで金融政策、まあ、お金の量を増やすという政策を実施してみたのを均衡点はここです。利子率というものが全く変化がないということがこのように言えるわけです。つまり流動性に陥っているような場合の経済では 金融政策を発動して、貨幣の供給を増やしたとしてみても、利子率に対しては全く影響を与えない。という、こうしたシナリオになっているということです。次に、この i s l m 分析の中から、流動性の罠に関して説明の方をしていくことにしましょう。紙を用意をします。今日の本題である146ページのところに戻ってください。 146、LM 曲線、流動線の場合の LM 曲線というものを導出をしていきます。まあ、一回、あの、LM 曲線を、ま、なんでもいいですから書いて、え、練習をしていただければ、試験会場で悩むことはないはずです。やってみます。4小限のグラフを用意をします。第1小限に、 LM 曲線を書いていきます。利子率と国民所得の関数です。えー、そして第二証言には L2 を持ってきます。L2 というのは流動性の罠が起きている場合には、こうしたある程度下がっていって、えー、ある最低点のラインでこうした横軸に水平になるという、こんな形になります。L1 に関しては同じです、えー。取引的動機に基づく可閉需要、および予備的動機に基づく可変需要は同じように、こうした 国民所得の関数として描いてください。えー、そして第3証言に関しても同じように、こんな形の形を用意をしていきます。えー、第2証言、第3証言、第4証言はこんな形に持ってくることができるでしょう。で、LM 曲線なんですけども、まあ、3点ぐらい持ってくると出てくると思います。綺麗な、えー、ここで四角形を作っていきます。1点目。 このです、ね、曲がっているところで2点目を持ってきますそして3点目は水平のところですねこの辺で持ってきましょうかそうすると3点目ができますこんな形で3点持ってくるとそしてこれを結んだものこれが LM 曲線ということになります LM 曲線ですね。流動性の罠が起きているような場合、経済が流動性の罠に陥っているような場合の LM 曲線というのが、まあ、こんな形のグラフになるということです。さて、今日の本題である、金融政策が無効になっていくという、こういった状況を考えていきます。金融政策が無効になる。 金融政策というものが無効になっていくというのは、LM 曲線が、この上の部分ですね、大小原の部分だけを取り上げていきます。利子率、そして国民所得です。流動性の罠に陥っている場合の LM 曲線というのは、こんな形になっているはずです。IS 曲線というのを用意をしていきます。こんな形のグラフです。 現在の国民所得の水準は Y0 というような形になっています。ここで、金融政策を発動させて、金融政策を発動して LM 曲線を右にシフトさせたとします。LM 曲線を右にシフトさせてみてください。LM 曲線は LM から LM ダッシュへとこのように発動することになります。 そうした場合にやはり国民所得の水準というのは Y0 の状況から全く変化をしていないということがこのように見ることができるでしょうつまり金融政策としてこの矢印ですね貨幣の供給を増やしたとしてみても貨幣の供給を増やしたとしてみても全く国民所得をが大きくなることはできない つまり、大不況の場合であると、こうした流動性の罠に陥っているケースがあるために、いくらお金を増やしたとしてみてもですね、全然人々はですね、お金を単数預金としてしまい込んじゃって、そのお金を使ってくれないから、結局国民所得が大きくならない。だから無効なんだっていう話が出てくるわけです。そしてここで、じゃあどうすればいいのかっていうと、財政政策は有効になります。 こうしたですね、不況の時にはお金をどん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 ですね、増やしてもダメなんだ。増や、何をやるかっていうと、公共事業を実施する。財政政策として公共事業を行えば、大不況からここで脱出することができるんだ。という、こういった結論になっていくわけです。それに対して、グラフの方をもう一個用意をしていきましょう。 利子率と国民所得で応用していきます先ほどと同じように流動性の罠に陥っている経済というのを考えていきます。LM 曲線はこんな形でしょう。IS 曲線をこのようにやっていきます。現在の国民所得の水準は Y0 にあります。この Y0 の状況から、ここでデルタ G を発動させたとしましょう。いわゆる政府支出を発動させたとします。そうすると、政府支出の発動によって、 で IS 曲線は IS から IS ダッシュへとシフトをすることになりますこんな形ですね政府支出を発動させたというふうに考えますそうした場合に IS 曲線は IS から IS ダッシュへとシフトをすることになるので国民所得の水準はここですね え、Y0 から Y1 へとこのように大きくすることができるということが言えているわけです。大不況の時には、金融政策という、金融政策を行わずに、財政政策を発動させるべきだという、まず第一段階でこうした結論に至ったということです。今回の授業はここまでということにします。どうもお疲れ様でした。